ゴディバの店日本で販売されているゴディバのギフトセットゴディバはトルコの食品企業ウルケルの子会社であるベルギーのチョコレートメーカーであるベルギーで創業しベルギー王室の御用達とされているが現在はトルコのウルケルグループの傘下にありアメリカ合衆国ヨーロッパアジアにおいてチョコレートや関連商品の販売を行っているチョコレートの高級ブランドとして 世界的に有名である。五代馬夫人名称は、イングランドの伝説に出てくる五代馬夫人に由来する。そのロゴマークも、五代馬夫人の有名な伝説にのっとり、馬に乗った裸の女性である。ただし、この伝説は、史実ではないことで、歴史家の意見は一致している。なおゴディバの日本語のホームページでは、この伝説が史実であるかのように記述しているが、英語のホームページでは、 単に、ザ・ファミリー・ワズ・ディープリー・ e ンスパイア s ド・バイ・ザ・レジェンド・オブ・レディ・ゴディバネーム・ド・ザ・カンパニー・イン・ハー・オナーとしているのみである。ゴディバジンの英語の発音は、ゴディバに近いが、フランス語での発音は、ゴディバに近い。このためベルギーのチョコレートメーカーとブランド名として、日本語での表記と発音は、創業の地であるベルギーでの発音をもとにして、ゴディバとしている。 1926年、ジョセフ・ドラップスが、ショコラティエ・ドラップス・オブ・リュッセルにて設立した。1956年、4人の子供たちが社名を、ゴデバに変更し、販売店を、グランプラス広場に、開業。1958年には、パリのサントノーレドールに販売店を開いて、国外進出を果たした。1966年には、キャンベル・スープ・カンパニーの支援を受けて、 アメリカにも進出した。アメリカ最初の店舗はフィラデルフィアの百貨店、ワナメーカー S 内のショップだった。ニューヨーク五番街に進出したのと同じ1972年にキャンベル社が買収し、その参加に入る。アジアでは1972年に東京日本橋三越に第一号店をオープン。1998年には香港、2009年に台湾、 シンガポール、中国に、2010年に、トルコに進出している。2007年12月、経営戦略の違いなどからキャンベル社は、売却を決め、トルコの企業である、ユルドゥスホールディングスが買収するに至った。2014年現在、世界80カ国以上に進出し、450カ所の直営店とさらに多くの販売店を持つほか、ロンドンのカフェゴディバの経営や、 インターネットを通じた通信販売事業も手掛けている。日本法人として、ゴディバジャパン株式会社が輸入、販売を行っている。1972年に日本橋三越に第1号店をオープンさせて、以来、2014年現在、約250の店舗を構えている。そのうちの百貨店に入居する127店舗は、日本国内の販売開始以来契約している。 片岡物産が運営している。この契約は2015年3月末で終了し、ゴディバジャパンの直営店へと変更された。2018年2月1日、日本経済新聞のみに、日本はギリチョコをやめようと全面広告が掲載された。ゴディバジャパンの主社社長は、あげる人にとって楽しいバレンタインデーかどうか、それが最も重要なこと。義務感や、 形式や慣習からではなく、もっと自由に、感謝や愛情を表現する人して楽しんでいただきたい。とコメントした。2月14日のバレンタインデーに、セクハラパワハラに近い感情を持つ人も出てきている。2019年6月3日、日本法人である、ゴディバジャパン株式会社がユルルズからの、株式譲渡により韓国系投資会社、MBK パートナーズグループの VM。 ホールディングズ株式会社に売却される。同年8月1日、親会社である VM ホールディングズがゴディバジャパンを吸収合併し、称号をゴディバジャパン株式会社に変更して事業を継続。2020年4月1日よりゴディバのチョコレートが定期配送で届くサブスクリプションサービスを展開。ただしゴディバがセレクトしたものを月に1回送ってくるだけなので、 サブスクというより、むしろ定期購入と言える。2021年1月、ゴディバは北米からの店舗運営事業から撤退することを発表した。北米では、大型商業施設内での売り上げが伸び悩んでおり、新型コロナウイルスの流行が追い打ちとなった。チョコレートをメインとして扱っているが、チョコレート以外の菓子、コーヒー、ココア、アイスクリーム、 リキュールなども販売している。期間限定の商品も多く、中でも片手でテイクアウトできるゴディバオリジナルのチョコレートドリンク、チョコリキサーは若い客層に人気を集めている。チョコレート、チョコレートソース、氷などをミックスして、ホイップクリームやパウダーをトッピングしたドリンクであり、フルーツなどを使った味のバリエーションが多い。 2005年の販売開始以来売り上げは右肩上がりで2019年は過去最高の年間31億円となった。1日に1万2000杯以上が売れている計算である。高級チョコレートとして高価格で販売されているが、より高級で少量生産を行っているチョコレートメーカーと比べてもさらに割高であるとの指摘もある。ありがとうございます。